オラマサミです。今回はスペイン版のポトフですね、コシードマドリレーニョっていうのを紹介したいと思います。まあ冬になるとよく食べられている、まあ日本で言えばおでんみたいなものですよね。各地方によっていろんな味付け作り方があるんですが、僕が働いてたマドリッドですね、その辺で食べられている味付けで紹介したいと思います。それとやっぱり日本だとちょっと手に入らない材料が結構あるので、まあ、なるべくそれに近づけるような感じでちょっと作ってみたいと思います。あとちょっと食べ方に特徴があって、普通はポトフもおでんもそうだと思うんですけど、汁と一緒に具材を食べますよね。でもスペインではちょっと食べ方が違っていて、その出来上がった具を一回全部取り出してお皿に並べるんですね。そしてその残った汁の中にこういったこれスペイン製のパスタなんですけど、極細のショートパスタですね、これを入れてスープパスタにするんですね。なのでスープと具材を別々に食べます。まず最初にスープを飲んで、で飲み終わった後にその具を食べるというか、そういう感じにして食べます。では早速作りたいと思います。ぜひ作ってみてください。どうぞ。本来は豚の顔の部分の肉、耳とか鼻とかその辺の肉も全部入れます。僕がいた店でもそれを入れてました。あと豚足ですね、それとスペイン産のパンチェッタとか、あと生ハムの骨、あと生ハムの切れっ端や、あとトシーノって言って豚の油の塩漬けみたいなものが本来入ります。それとあとここには今回入れないですけど、このモルシージャって言って血のソーセージですね。こうやってカットしては入れないんですけど、まあ、丸のままでソーセージ本来は入れます。でもこれは手に入らないので使いません。で今回使う材料がこちらですね。でキャベツとニンニクはこれは一緒に煮込みません。なんか添え物みたいな感じで使うので一緒に煮込まないので、これだけは気をつけてください。まあ材料は主に手に入りやすいもので、あとガルバンス豆っていうひよこ豆が入るんですが、生の乾燥したものだと時間がかかるので、この使い切りのひよこ豆を用意してあります。まあ、ちょうどいい感じに火が通ってるので、玉ねぎを2個、それとじゃがいもは作る30分前に皮をむいて水につけといてください。煮崩れを防ぐためです。あと人参ですね、もう全部大きめに切ってあります。まあ、今回皮むいてませんけど、まあ、皮が気になる人はむいても構いません。それと骨付きの鶏肉ですね、あと骨付きの豚の肩ロースですね。まあ、骨付きで使うっていうことが重要です。それとスペイン産のソーセージ、今回は2種類入ってます。今これカットしてありますけど、本来はもう丸のまま入れます。長いままですね、カットしないで入れます。でこれはちょっと手に入りにくいので、そうですね、まあ身近にあるスーパーとかにあるようなお好みのソーセージを2種類ぐらい使ってみてください。でもこのスペイン産のソーセージを見かけたらぜひ入れてみてください。もう味が全然変わりますので。それとはパプリカパウダーですね、これも味の要になります。まあどんな種類のものでも構いません。これはスペイン産のそのスモークパプリカなんですけど、甘いタイプのパプリカパウダーを必ず使います。このパプリカパウダーとキャベツとニンニクで添え物を作ります。スープに入れるショートパスタですね。まあこれは適量入れるだけなので、普通のロングパスタありますよね、それをバリバリ手で折って使っても構わないです。それかコンキリエとかそういったパスタを買ってきてスープの中に入れて煮て火を通してもいいです。では早速ちょっとやっていきたいと思います。あと段取りとしてはこれを一度に鍋に入れて同時進行で煮ていくわけではないんですね。まずこの骨付きの肉と玉ねぎと水と
塩ですね、それだけで30分ぐらい少し煮て、肉の出汁を作るようなイメージですね。その後に30分経ったら豆とソーセージ、あと人参ですね、これを入れてさらに30分煮ていきます。で30分合計1時間経ったらじゃがいもを入れます。一番最後ですね、じゃがいもを入れてじゃがいもに火が通れば完成です。